来年リーダー記念は、岐阜県地方競馬組合が、笠松競馬場、ダート1400メートルで施行する、地方競馬の重賞競争である。優勝場所に中日スポーツから優勝杯が贈られるため、中日スポーツ杯の冠がつく。副賞は、中日スポーツ総局長賞、岐阜県橋海会,会長賞。交流元年と言われた百九十五年、地方競馬在籍のまま、 中央競馬の放置杯四歳品馬特別を制止岡歌優秀品馬エリザベス女王杯の四歳品馬の GI 級競争すべてに出走した来年リーダーの偉業を称え、1997年に3歳限定戦として創設された。また例年ぐれに行われていることから、東海地区における年内最後の2歳による重傷競争になっており、 毎年12月30日に行われている。また、東海地区グレードは、スピである。2012年から2019年までは2歳品馬限定競争として施行されていたが、2020年から北陸東海チャンピオンシップ2020の2歳部門に組み込まれ、オスメス混合競争に戻るとともに、金沢所属馬も出走できるようになり、 試行距離も1600メートルから1400メートルに短縮される。バレーは2000年以前についても現表記を用いる。コース種別を記載していない距離はダートコースを表す。各界競争結果の出展。ありがとうございます。